二役作業中のトップリフター最大釣り浄化重35トン、最大上げほど15.3メートルのトップリフター40フィートコンテナを最大に上げた状態での左右安定度を増すため、前輪はトリプルタイヤ下から見たツイストロックピンロックピン左手前に突き出ている。丸棒はロックピンがロックホールに完全に挿入されたことを検知するインターロック装置のセンサーツイストロックピンの 回転状態左は90度回転した、ロック1右は回転0度のアンロック1トップリフターとは ISO コンテナの天板四隅にあるツイストロックホールに換合してコンテナを吊り上げるスプレッターを装備したフォークリフトの一種であり、主に ISO 規格20フィート以上のコンテナの積み下ろしやコンテナ取り扱い事業所内の移動に用いられる2役者用。 一般的なフォークリフトが、貨物の仮面にフォークを挿入して、貨物を下支えして昇降させるのとは違い、上から吊り上げるような機構であり、フォークを装備していないが、日本の法令では、フォークリフトとして扱われる。車体構造は、通常のカウンターバランス型フォークリフトに準じるが、重量の重い見入り海上コンテナを多段積みするために、車体高さよりも高く剛性に優れる2段。 伸縮マストを装備し、鉄道貨車や道路輸送用トレーラーシャーシに積載されたコンテナうアつらの安全確認やスプレッター看護操作の利便性を考慮して運転者座席を路面上4から5メートルに設けたものが多用されている。コンテナを吊り上げる装置はコンテナの長さに応じて幅を伸縮調節できる機能を備えており、スプレッターと証拠されている。日本では スプレッダー左右のツイストロックピン中心間隔で 6060mm から 12.200mm に伸縮できるものが対応されており、これは ISO 規格コンテナの20フィートから40フィートに対応するものである。鉄道コンテナとして利用の増えている31フィートコンテナの取扱い時にも利用される。荷物を収容したミリコンテナを扱うものでは4本の ツイストロックピンをコンテナと緩合するが荷物を収容していない空コンテナ専用のトップリフターでは車体より左右2箇所のツイストロックホールのみに緩合する2ピンスプレッターを装備したものがあり空ンスプレッターまたは空ン用リフターと証拠されているスプレッターとコンテナの緩合は スプレッター四隅仮面に設けられた超円形断面のツイストロックピンをコンテナ上面四隅に設けられた超円形のツイストロックホールに差し込み、スプレッター側のツイストロックピンを90度回転させて結合する。なお、ツイストロックピンは4本全部がコンテナ上部の四隅のツイストロックホールに確実に入った状態でないと回転できない。また、 コンテナが完全に着床した状態でなければ、ロック位置からアンドック位置への操作を受け付けないインターロック方式になっている。スプレッターを上下に昇降させるリフトレバーは、ツイストロックピンが回転0度のアンドックの位置か回転90度のロック位置でないと操作できないようなインターロック方式を採用して、ツイストロックピンの挿入や回転が不完全な、 ハンロック状態ではスプレッターを上昇させられないようになっており、コンテナ200運転中の落下事故を防止している。ツイストロックピンの位置やインターロック装置の状態は、運転席、メーターパネルに設けられた表示灯、または情報モニターで表示される。最新の機種では、釣り上げたコンテナの重量を表示する装置、ツイストロックピンの状態を画像を表示するカメラと、 カラーモニター、看合したコンテナに重複されている IC タグを読み取って GPS 位置情報と共に管理事務所へ無線送信する装置、管理事務所から無線送信される作業スケジュール情報を受信して次に扱うコンテナと移動先を表示指示するコンピューターを搭載したものが多い。ありがとうございます。